こんにちは、ワールドリエタスです。今日はノーミラーメイクに挑戦してみたいと思います。イエーイ。この前ね、左手メイクっていうのをあげたんですけど、それでも結構ね、精神的にね、ダメージが大きかったんですよ。でもノーミラーメイクもっとやばいんじゃないのっていうね、声がありましたので、今日はノーミラーメイクをやってみたいなと思います。どうぞ。ベースはね、スイーツのね、エアモイスチャーライジング CC を下地に使うので、すごいちょっと塗りたいと思います。いや、どこ見ていいかわかんない。そしたら6プラスのブラシでなじませていきます。下地ぐらいは塗れると思うんだ。次、コンシーラー、 LA ガールのプロコンシーラー使ってきます。ついてる？髪の毛がついてる。これもブラシで伸ばしていきます。できるかな、できるかな。目の下とかさ、こうやって、キャンメイクのクリームハイライター、ちゃ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 。何喋ろうかな。暑い夏だというのにね、今窓を閉め切ってね、冷房も扇風機もつけずにね、撮影をしてます。暑いです。とこちらケイトのパウダーのファンデーションをつけます。鏡ついてる、危ない。次はブロンザーです。バターブロンザーです。7月の方がすごい暑かった気がする。8月まだそんなに熱くないような感じがしちゃうのは気のせいなのかしら。エラも削ります。なんか曇りみたいなね、日が多いですよね。多分ね、こう晴れの日があってもね、晴れの日はあ、晴れの日だってなるけど、曇りの日はうわ、曇りだしとかって言って、印象が強いから、曇りの日のこうインパクトは強いんですよね。どこ見て喋っていいかわからないよ。眉毛を描きます。眉毛大丈夫かしら。やばいね、何を頼りにしたらいいんだこれは。こんな感じ、どう描けてる？こっちの眉毛短いから、こっちの方までちょっと長く描いて、そしたら眉頭はパウダーで引きます。全然できてないのにさ、こんなさ、行きますとか言ってカッコつけたらさ、マジダサいよな。そしたら眉マスカラ使っていきます。次にヘビーローテーションを使っていきます。どうしよう、この後飲み会の予定とか誘われちゃったら、どうかな。飲み会にこの後行けるかっていう、そんな心境でこの動画を見てください。結構いけてると思うんだよな。チークのせちゃおう。あ、クリームチークあれだった、最初だったね、キャンメイクの。まあいいや、いっぱい叩いておけば大丈夫でしょ。意外と感覚でいけるもんかもね。いけてる気しかしないんだけど。このジル・スチュアートのミックスブラッシュコンパクト、ピンクとオレンジの部分を取って、こんな感じ。と目元だね、とうとう来たよ目元。ケイトのラッシュマキシマイザーを、あ、違う違う、まずビューラーでまつげを上げます。鏡もないとさ、順番すら分かんなくなってしまいますね。あ、左手の時よりはビューラーがちゃんとできるわ。左手の時ね、下まつげが挟めなかったんですよね。まつげ抜けた。で、抜くの挟んだ。そしたら、ケイトのラッシュマキシマイザーを上下のまつげに塗っていきます。マスカラ下地は余裕のよっちゃん。なんでかというと、透明だからです。キャンメイクのマルチアイベースを塗っていきます。これスージーのアイカラービュー使います。そう、作戦を練ったんですけど、筆でやるよりも指でこう場所をやりながらね、やった方がいいと思ったんで、指でつけます。まずここのベージュのカラーを取って、まぶたにのせていきます。この濃い色、さっきよりも狭めに塗ります。このカーキを目の際に入れていきます。意外とできるもんなんだな。こう手が覚えてる。目の下にこのピンクを入れたいと思います。怖い怖い怖い。アイライナーはケイトのクイックアイライナーを使います。分かった、これ膝で肘を固定しつつ描けばいいんだ。
ちょっとね、目尻はちょっと長めに。意外とね、アイラインもね、引けるね。そしたらマスカラはホリカホリカのマジックポールマスカラを使います。怖い、怖っ。下まつげも。リップはダイソーのエスポルールリップグロスを使います。できた。じゃあちょっとオープンしていきたいと思います。こちらオープン。シュ、眉毛がゲジゲジやな。あ、でもさ、意外とさ、いけてない。天才。え、アイラインもうまく引けてるよ。はい、こんな感じに仕上がりました。遠くから見たら眉毛すごくない？眉毛とチーク。はい、ということで今日はノーミラーメイクをね、やってみました。鏡を見ないで化粧すると眉毛がゲジ眉になるということが分かりました。最後までご覧いただきありがとうございます。眉毛が太いと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。